どうも皆さんこんにちは、着伐です。今私はですね、京都に来ております。京都です。はい、映っておりますでしょうか。こちらです。本日は、6京都 LXR ホテル&リゾーツということで、ヒルトンホテルのですね、こちら9月16日に開業した新しいねホテルなんですけども、ちょっとね開業した週末にね泊まる予定だったんですけども、緊急事態宣言もありまして、キャンセルして、今日はですね10月の2日の土曜日なんですけども、本日ねこちらに一泊ねお世話になろうと思っております。でこちらはですね、地下鉄の、北大路駅っていうところから車で15分ぐらいなんですよね。だから結構ねアクセスはね良くないんですよ。金閣寺のそばなんですけども、ちょっとね来る方はですね車で来た方がいいかもしれないですね。ということでもうね3時過ぎておりますので、早速ねチェックインしていきたいなと思います。ということで今ね、中に入ってチェックインを待っております。いやね、後でちょっとゆっくりねホテルの中の映像もねお見せしたいなと思うんですけども、いやめちゃくちゃすごいですね。ここ高級感がまず半端じゃないですね。おしぼりとあとねこちらね何かいろいろブレンドしたお茶いただきました。あとですねこの高級感あふれたわらび餅いただきました。いやめちゃくちゃすごい。いただきます。おしぼりもね冷え冷えですわ。いただきます。おいしいです。独特な味がします。ということで無事ねチェックインすることができました。それではね行ってみましょう。今回ね415号室ということでこんな感じになってます。では入りましょう。それではですね中に入ってきました。いかがでしょうか。こちらが LXR6 のね客室です。いやでかいですね。いやかなり大きいですね。ちょっとね部屋のスペックとかね詳しく後でね話そうかなと思うんですけども、せっかくなので早速ルームツアーね行きたいと思います。それではまずねベッドから行きましょうか。ベッドはこんな感じになってます。どうでしょうか。こんな感じです。いやかなり大きいですね。でベッドの横にはですねこちらティッシュと、Bluetooth のねスピーカーですかねこれね、はい多分そうだと思います。で時計という感じですね。あと上にベッドランプがありますね。でこちらにですね明かりを制御するねやつがあります。でここのねカーテンも自動ということでなってます。でこちらねちょっと見えるかどうかわかんないんですけども、コンセントとね USB ポートがあるんですけども、こちらタイプ C のポートなんですよね。これはね初めてですね。新しいホテルなんでこうなったんですかね。はいという感じになってます。でですね机の下に引き出しがあって、こちらに
非常灯がね入ってます。では反対側行きましょう。反対側はこんな感じです。まあ設備としてはね一緒ですかね。でですね、この窓側にですねこんな感じで置いてあります。いやおしゃれですね。スイングジャパンということで、これは日本の景色の写真集とかそんな感じなんですかね。でこちら大きい窓、かなり大きいですねこの窓、すごい反射具合だ今ねちょうど映ってるかと思うんですけども、このね窓の前にねかなり大きいねあのソファーがあります。こちら多分ね5、6人掛けだと思うんですけども、かなり大きいですね。はい、こんな感じであれですね、窓際に座ってゆっくりねコーヒーとか飲めちゃう感じですね。で反対側にもですねこんな感じでオブジェがあって、またねガーデンズオブジャパン、はい、こんな感じの本もね置いてあります。で机はですねこんな感じで大きめの机がね一つあります。おしゃれですねこちらも。でその後ろにねテレビがあります。こちらソニー製ですかね、はい、なっておりまして、こちらにねミニバーがあります。はい、中はねこんな感じになっておりまして、もちろんこのお酒類はね有料っていった形になります。で下の方にですねお水が3つありまして、こちらはね無料でいただくことができます。でコーヒーマシンはねネスプレッソですね。こちら陶器もねかなりおしゃれっぽいやつがねありますね。で引き出しにはですねこんな感じでネスプレッソのカプセルとかお茶とかね紅茶とかね緑茶入ってますね。こちらも全部京都って名前が入ってますね。はい、で食器もねこちら準備があるんですね。よいしょ。で、よいしょ。で、その下にですね、冷蔵庫があります。中にね、びっちり入ってますね。こちらも有料っていった形になります。いや、でもね、非常に美味しそうなのがたくさんありますね。でですね、一番下にケトルとね、お茶入れるところがあります。棚はね、こんな感じですかね。よいしょ。はい、それでは水回り行きましょうかね。あ、その前にね、クローゼット行きましょう。はい、ちょっとね、私の荷物が置いてあって申し訳ないんですけども、結構ね、大きめのクローゼットがあります。で、ハンガーがたくさんあって、左側にはですね、こんな感じでバスローブもあります。でですね、荷物を置く台の下にですね、スリッパとサンダルみたいなのね、ありますね。こちらどこまで行っていいとか案内はなかったんですけども、まあ、一応利用できるっていう感じですね。もしかしたら外出たら怒られちゃうかもしれないですね。引き出しは何が入ってるんだろうな。あ、引き出しはこんな感じで、京都6、こちらランドリーバッグですかね。あ、ランドリーバッグですね。名前入りなんですね。しかもあのビニール袋じゃないんですね。珍しい。で、こっちにはパジャマですね。はい。よいしょ。で、こっち側には何があるのかな？こちら側にはですね、何かなと思ったら、こちら除菌シートなんですね。これは何なんだろう。こういった感じのね、これは袋？ああ、あれなのかな。こういった感じのね、手提げ袋がね、あります。これは何なんでしょうかね。ちょっと説明なかったんですけど まあまあまあ、このホテルにはですね、温泉プールがあるんで、まあ、それの兼ね合いじゃないのかなと思うんですけども、これはね、指輪とか入れるところだと思うんですけどね。はい、で、これは除菌シートが置いてあります。で、こんな感じでね、金庫がありまして、その下、その下は何も入ってないですね。はい、ということで水回り行きましょうかね。でですね、玄関のすぐ入ったところにですね、こういった感じでトイレがあります。手があるところがね、ちゃんとついておりますね。はい、こんな感じになってます。結構黒が基調になってるんですかね。非常におしゃれなねトイレとなっております。では反対側の水回り行きましょう。手を洗うところはね、こんな感じになっておりまして、ブランドはね、こちらです。ボタリーって読むんですかね、ちょっとわかんないですけども、こちらね、イギリスのブランドらしいですね。でですね、こちらは何だろう、これマウスウォッシュ、マウスウォッシュ、こちらね、バスソルトとかもついてますね。でですね、この下の方にタオルがね入っておりまして、ドライヤーはどこにあるんだろう、ここかな。ここにね、アメニティが入ってます。
まあ一通りのものがね揃ってますかね。全部ねこの6のね名前入りになってますね。ドライヤーはねこちらになります。名前が書いてありますね、ここにね、はい、これ高いやつですよね、確かね。前もウェスティン京都かなんかで見ましたけど、確か 4,5 万とかね、そのぐらいするドライヤーだと思います。一応中見ましょうかね。はい、ドライヤー開けました。こんな感じです。知ってますかね、このドライヤーが入っておりました。それではね、お風呂場行きたいと思います。結構ね、大きめですね。奥がですね、あちら襖になってまして、左側にね襖を閉じるとプライベートが保たれるっていう風になってまして、今ね開けておりますんで、ベッド側がね見えますよね。はい、では入りましょう。湯船がねこんな感じになっておりまして、かなり大きいですね。てかかなり深そうですね。ちょっとね今私入ろうと思うんですけども、待ってくださいね。はい、ちょっとね湯船入ってみたんですけども、いやー広いっていうか深いですね。ちょっとねこっちの長さはねそこまでないかな。あ、でも私が足伸ばせてちょっとつくかつかないかぐらいなんで、まあもうちょっと体格がいい人だったらちょっと狭さを感じてしまうかもしれないですね。でもねかなり深くてゆっくりできそうな気はします。お風呂場はねこんな感じになります。あとねシャワー見ましょう。でシャワーがですねこんな感じになっておりまして、シャワーはここで、カランっていうかね湯船張るのはこちらですね。でシャワーはですねこちらの可動式のシャワーとこちらですね固定式のねシャワーがあります。こちらねいいですよね。まあこんな感じでねお風呂場はなっております。いや本当にねめちゃくちゃ綺麗ですね。眺めも本当に最高ですね。こんな感じになってます。で今日はね天気もすごい良くてですね、恵まれましたね。はい、ちょっと暑いまでありますね今日は。ちょっとね反射してる部分もあって綺麗にお見せできないかもしれないんですけども、こちらの山もねすごい目の前にガンってある感じでね、すごい綺麗ですね。ということで今回ですね、京都の LXR6 っていうホテルですね、こちらに一泊ねお世話になります。いやねこちらね2021年の9月の16日にね開業して、今日はね、10月の2日という風になりますんで、本当にねまだできて半月ちょっと、まだ1ヶ月も経ってないホテルなんですよね。で非常にですねやはりできたばかりということで、綺麗なのももちろんあるんですけども、非常に高級感がねすごいですね。おそらくねかなり気に入られる方ね多いのではないのかなと思いました。もうねチェックインするところからですね高級感漂ってまして、かなりすごいです。でね、こちらの京都6のルームキーはねこんな感じになってまして、どうでしょうか、こんな感じです。おしゃれですね。木目になってですね、ニッツカールと日光みたいな感じですね。ちょっとうまく映ってるかわかんないんですけども、ロゴもねちゃんと入ってるんですよね。京都6って入ってます。そうですね、京都6って入ってますね。でこのねルームキーもまた面白いんですけども、ルームキーのねこのケースもねちょっと面白くて、花札って皆さんやったことありますかね。私ねちっちゃい頃家族でね結構花札やってたんですけども、これね月っていう札のあれをね、あの花札の柄をねモチーフにしてるということで、これね私見た瞬間すぐ分かったんですけども、伝わりますかね。ちょっと画像あったら出したいなと思うんですけども、このケースとこのルームキーもですねそれをイメージしてね作られてるそうなんですよね。これもねかなりおしゃれですね。で後ろにはねこんな感じで6のねロゴも入っております。はい、ということで、はい、ここら辺は後でいいかな。はい、ということで今回ですねこのLXR 京都6ホテルですね、一泊ねお世話になるわけなんですけども、今回ですねヒルトンポイント9万5000ポイントでね一泊宿泊させていただいております。でですねこの客室はプレミアムデラックスルームということで、本来ですねポイントで予約するとデラックスルームっていう風になると思うんですけども、そのね上のアップグレードねしていただいて、プレミアムデラックスルームですね。非常にねベッドが大きいですね。はい、ありがたい限りですね。こちらはねダイヤモンドステータスの無料アップグレードっていう風になります。でですねこちらのホテルはですね現金価格がね高いんですよね。で
一時はですね、この普通のデラックスルームでも10万超えてたんですよね、一泊で。今はですね、だいたい8万5千円ぐらいから10万円ぐらいっていう風になりまして、私のね、最初に見た時はこの部屋14万ぐらいだったんですけども、1週間2週間前ぐらいね、見たら1泊8万5千円ぐらいまでね、値下がりしておりましたね。まあでもこれからね、緊急事態宣言解除されたっていうのもありますんで、おそらくね、かなり値段上がっていくんではないのかなと思います。でですね、こちら9万5000ポイントでね、今回宿泊することができて、このねプレミアムデラックスルームっていうのをね、こちらアップグレードしていただいてますんで、この部屋の客室の料金がですね、なんと12万円くらいするということで、いやね、ヒルトンホテルのポイントをね、かなりお得にね、利用することができますね。1ポイントね、1円以上でね、今回利用することができたということで、まあ、ヒルトンホテルポイントにしてはね、かなりコスパのね、いい使い方になるのではないのかなというふうに思います。またですね、ヒルトンアメックスクレジットカードね、ありますよね。で、どっちもですね、一般カードの方は、年間の決済額。で、プレミアムカードの方は、決済額と年会費の更新ね、していただくと、ウィークエンド無料宿泊特典っていうのがね、もらえますよね。で、こちらもですね、一応以前ねデスクに聞いた回答ではですね、こちらの LXR もね利用することができるっていう風になりますんで、いやね、これはね、ウィークエンド無料宿泊特典はね、ここで使うのがねいいんじゃないかなというふうに思いますね。もう入った瞬間からね、本当にね高級感が漂っててちょっとびっくりしましたね。はい、まあこの LXR っていうブランドはヒルトンホテルのブランドの中でもコンラットってありますよね。で、コンラットより上のブランドなんですよね、この LXR っていうのは。で、その上にウォルドーフアストリアっていうのがあるんですけども、まあウォルドーフアストリアに関しては今のところね日本にはなくて、一応ねどこだったかな、東京かどっかに今作りますっていうね発表ありましたよね。東京か大阪かどっか忘れちゃいましたけど、ですけども今ね日本にあるヒルトンホテルの中ではこの LXR 京都がね一番最上級のブランドっていう風になるんですよね。ですんで、まあ現金買うからね高いのはまあ当たり前なんですけども、いやかなりね高級感があっていいですね。はい、ということでこちらにね一泊お世話になります。で、こちらのホテルはですね、温泉のプールがあるんですよね。結構有名で一年中ね入れるそうなんですよね。で、そちらもね宿泊者の方であれば無料でね利用することができます。でですね、貸し出しのウェアに関してなんですけども、1回ですね1500円でね、貸していただけるっていう風になりますんで、ぜひね皆さん水着ね持ってきてね宿泊していただければなと思います。で、こちらの京都6のねヒルトンホテルのダイヤモンドステータス特典としてはですね、今回私このプレミアムねデラックスルームにアップグレードしていただいて、で、レイトチェックアウトですね、明日ね午後の3時までレイトチェックアウトできるということで利用させていただきます。でですね、朝食がね2名分利用することができます。でですね、こちらのホテルにはですね、ティーハウスっていうね他のヒルトンホテルでいうエグゼクティブクラブラウンジみたいなのがあるんですよね。で、それがですねティーハウスっていうので提供がされていて、このティーハウスはですね休憩所みたいな感じになっておりまして、誰でもね利用することができます。で、今の時期でちょっとねどのぐらいの時期でやってるか分かんないんですけども、一応カクテルタイムっていうのはですね5時から6時半の間ね、このティーハウスでサービスがねされているっていう風になるんですよね。で、このカクテルタイムに関してはダイヤモンドステータスの方、もしくはクラブフロア以上の方がね利用することができるって形になっておりますんで、私ねクラブラウンジ的なものはねないのかなという風に思ってたんですけども、あるんですね、知らなかったです。でですね、今ね4時半ということで、あと30分後にですねこのカクテルタイムっていうのが始まりますので、私もねそちら行きたいと思います。いやね、このホテルね本当にめちゃくちゃいいですね。皆さんぜひ泊まりに来てください。私も来てねまだ1時間ちょっとしか経ってないんですけども、やっぱりホテルはねめちゃくちゃ高級感があって、できてね間もないホテルという風になりますんで、本当に綺麗ですね。ということでゆっくりね楽しみたいと思います。それではね、ティーハウスってとこにやってきました。ここもね、めちゃくちゃ雰囲気ですね。で、フリーフローということで、こちらシャンパンです。で、こちらね、セルフサービスになっておりまして、よいしょ、ちょっと今映しますね。こんな感じに、ね、なってるんですよね。これがセルフサービスでね、いただけるっていった形になっております。
いや非常に高級感があっていいですよね。で今ね5時過ぎということで、こちら6時半までやってるんですけども、まあ ほぼほぼね満席っていう感じですね。ちょっとねいただきたいと思います。こういったねマスクケースもいただきます。ちゃんとね名前が入ってます。ではシャンパンからいただきます。いただきます。めちゃくちゃうまいですね。いただきます。これアナゴの、ね、アナゴのマリネ寿司って確かこれだった。いただきます。上品な味がしてね、とても美味しいですね。次行きましょうか。何でしたっけ？お名前できない。ラディッシュ。はい。いただきます。いやね、今まで食べたね、ラディッシュじゃないですね。美味しいです。次はね。これはプロシュートですかね。はい、いただきます。プロシュートとイチジク、美味しいです。あとはですね、こちら、はい、豆菓子があります。ちょっとピントがあっても大丈夫、はい、こちらは多分ね、この揚げナッツみたいな、うん、これめちゃくちゃうまいです。ニューヨークでも食べました、うん、あとこちらピントがどうでしょう。こちらです。これ何なのわかんないですけど、なんかのお魚っぽいですけど、いただきたいと思います。何なのか全然わかんない。美味しいです。シャンパンのフリーフローということで飲み放題でね利用することができます。いやお酒好きな人はねかなりいいのではないでしょうか。ヒルとねダイヤモンドメンバーの人は無料で利用することができます。それではねあとはサクッといただきたいと思います。先ほどのねモナカみたいなやつあったじゃないですか。あれねフォアグラだったみたいですね。いやびっくりした。ちょっとね今ねネームプレートね見に行ったらまさかのねフォアグラって書いてあって、フォアグラ出るんですね。フリーフローのおつまみね、すごいですね、うん、特にね利用時間みたいなのは30分制限みたいなねありませんので、これはすごいですね。ではゆっくりいただきたいと思います。ということで客室にね帰ってきました。17時からですね18時までの間ティーハウスっていうね休憩所がねあるんですよね。こちらは宿泊者ね誰でも利用することができる場所なんですけども、こちらでこの時間帯の間だけですねシャンパンのフリーフローということでシャンパンがね飲み放題っていった形になります。でですね
シャンパンのフリーフローで、まあ、シャンパンだけね飲めるのかななんて思ってたんですけども、シャンパン以外にもですねソフトドリンク、多分オレンジジュースと、あとあれ何だったんだろうな、ちょっともう一つがね分かんなかったんですけども、まあオレンジジュースとかね、まあ、数は少ないんですけども飲み物ねソフトドリンクもありました。でですね食べ物に関しては5つぐらいね種類があって、おつまみ程度でね利用することができるっていった形になります。最初ねお料理がまあブッフェでね置いてあって、まあ、それを取ってねいただく形になるわけなんですけども、全然何も見ないでねとりあえずレビューするために撮って動画撮ってみたいな感じでやってたんですけども、びっくりしたことにねこのティーハウスのねシャンパンフリーフローの時に出されてるねその食事がですねフォアグラのお料理とかもねあったんですよね。しかもそれね私食べてね全然フォアグラって分かんなくて、いや申し訳ない限りなんですけども、まあ、かなりね高級な食材もね使われているっていう風になりましたんで、かなりびっくりしました。でですね混雑具合はまあ私が行ったね5時過ぎぐらいはね結構いっぱい人いたんですけども、まあ、結構流れてる感じでしたね。ぜひねこのシャンパンのフリーフローもね、こちらはダイヤモンドステータスの方もしくはクラブフロア以上の方はね利用することができるっていった形になっておりますので、ぜひね利用してみていただければなと思います。いや本当にねクラブラウンジはないんですけども、その代わりみたいな感じですかね。はい、ちょっとね私事前情報でこのクラブラウンジみたいなものはこの京都の LXR ねないっていう風に聞いてましたので、このティーハウスのねシャンパンのフリフローかなりねびっくりしました。ダイヤモンドステータスね保有されている方はねかなりありがたいですよね。でですね今ね夜の7時半なんですよね。ティーハウスのねシャンパンのフリーフローが5時で、本当にね5時過ぎぐらいにね、利用させていただいて、まあ20分30分ぐらいでまあ出たと思うんですけども、その後ねこのホテルの周辺がねちょうど日の入りだったんですよね。いやねここねめちゃくちゃ綺麗ですね。この夕日とですねまたこの池っていうとまたなんか言い方悪いのかわかんないですけど、池がねホテルの中に結構あるんですよね。でそこにですねこの夕日が反射したりですね、この建物のね夜景が反射したりということでめちゃくちゃ綺麗なんですよね。ちょっとねビデオカメラを持ってね本当に1時間以上ね歩き回ってたんじゃないですかね。本当にめちゃくちゃ綺麗でした。かなりねインスタ映えするんじゃないかなというふうに思いました。今ね客室からもねちょっとね見えてますので、この後ね電気消して客室からのね景色もねお見せしたいなというふうに思います。それではですね今ね明かりを消して客室からですね中庭の方を眺めてるんですけども、こんな感じなんですよ。かなり綺麗ですよね。いやね本当にめちゃくちゃ綺麗で、こういったね景色はねホテルの至るところでね見受けられるということで、ぜひねこのホテルね利用される方はね日が落ちるぐらいのね時間帯からぜひね散歩していただきたいなというふうに思うんですよね。写真撮ってる方もねかなりいらっしゃいましたね。でですねちょっとね綺麗に写ってるかわかんないんですけどもね、客室からね山が見えるんですよね。こちらもね本当にね綺麗にねこのライトアップね奥の光がね映ってめちゃくちゃ綺麗なんですよね。はい、ということでぜひねこちらもね皆さん味わっていただきたいなというふうに思います。これがねまた景色をね眺めながら、目の前にねソファーありますんで、ここでゆっくりねしながらですね見ていただくのもねいいのではないのかなというふうに思います。ということで今日のところはねこんな感じで休みたいなと思います。でですねターンダウンサービスがねこのホテルにありまして、まあ、ターンダウンっていうのは、まあ、寝る前にね準備をしてくれるっていった形になっておりまして、今ねちょっと軽く映ってると思うんですけども、こちらにねお水のセットが置いてありますよね。こちらがまあ棚の中にね置いてあったわけなんですけども、それをね出してくれたりとかですね、ベッドもですね休めるようにねここにパジャマが置いてあったりですね、床にねスリッパがね用意されてたりということで、まあこういった感じでねターンダウンサービスもね利用することができます。まあこちらはですね人によってね利用したい利用したくないっていうのがねあると思いますので、こちらねチェックインの際にね伺う時間とかね聞かれますので、まあ利用されたい方はですね好きな時間言っていただければその時間にねだんだん来ていただけるっていう風になりますし、もしねあんまり好みでなければですね断ることもできるっていった形になります。ということで今日のところはねこんな感じで休みたいなと思います。いやね本当にこのホテルめちゃくちゃ綺麗ですね。もう何回も言ってると思いますけども、ヒルトンアメックスのねウィークエンド無料宿泊券ね、ここで使うのはね良さそうですね。それではおやすみなさい。
いやー、深いですね。すごい。余裕で肩疲れるぐらいですね。寒暖差ですかね、あるっていうお話をさせていただいたと思うんですけども、この寒暖差ですね、来ていただくと、このバスソリとかね、バス、あの、浴槽のね、近くに置いていただけるような感じで、いいですね。こちらです。はい、ということで、こちらはですね、何のバスソリとかだろう。アロマバスソリとということで、こういうのって、あれですよね、なんか、せっかくバスソリがあると利用しようかなと思うんですけども、ついつい普通にお湯張って利用しなかったりとかね、まあ、そういったことも結構多いと思うんですよね。私とかまさにそうなんですけども。いや、いいですね。非常にいい香りがして。いやー、気持ちいい。ちょっと狭めなのかなとか思ってましたけど、そうでもないですね。バッチリね、足伸ばせて入れますんで、十分ではないかなと思います。それではですね、ちょっとお風呂から上がったんですけども、もうね、動画ね撮るつもりなくてですね、今お風呂入って、まあ、上がってね歯磨きしてもう休もうかなと思ってたんですけど、このね京都 LXR のこのガウンすごいです。すごいふわふわ、何これ。ちょっとねこれの感動がすごすぎて動画を撮りました。ぜひちょっとねこのホテルね、いらっしゃいましたらぜひね、クローゼットの中にこんな感じで入っておりますんで、ぜひこちらね試してみてください。内側がねふわふわになって、ふわふわってまたちょっとね、なんてインナーファーみたいな感じですかね。はい、ふわふわになってるんですよね。伝わるかどうかちょっと分かんないですけど、これねめちゃくちゃ気持ちいいです。ぜひ皆さん試してみてください。ということで、この話をねするためだけに動画撮らせていただきました。それではおやすみなさい。おはようございます。朝になりました。今ね5時半ぐらいで、5時20分ぐらいね日の出になってですね、いやめちゃくちゃ綺麗でしたね。まあ、今もねちょうど日が明ける感じで非常に綺麗ですね。見てください、映ってますかねこの感じ。はい、かなり綺麗です。朝食はね確かね7時ぐらいだったので、それまでですねちょっとここら辺ね散歩しつつ、ちょっとね景色楽しみたいなと思います。皆さんねこのホテル来られたらちょっと早起きしてね、このこっち側に、ね、山が見えて、こちらもねまたホテルとこの池がねホテルに映ってめちゃくちゃ綺麗なんで、ぜひ早起きしていただければなと思います。改めましておはようございます。今ねティーハウスっていうところにいて、ここねちょうど中庭に面したね席がありまして、ちょうどねここが窓になってて非常に綺麗にね景色見れるんですよね。ぜひねここ3席しかねないんですよ、この窓側のティーハウスのこの席がね。ですんでちょっとタイミングがあればねこの窓側の席に座ってね、ぜひ景色楽しんでください。めちゃくちゃ綺麗ですね。それはね朝食会場に来ました。ねちょっとこれ飛んじゃうと思うんで写真小柄に出しておきますね。でこのメニューから、メインディッシュを、ね、選んでいただいて、それ以外はね、ハーフビュッフェということでサラダとか、ね、そういうものは自分でね取っていただくっていった形になります。いやーここもねめちゃくちゃ綺麗ですね。すごいです。ちょうどねこの中庭はね、中庭のこの池見えるね席もねありますので、ぜひねこういうところをチョイスしていただければなと思います。今ね7時ジャストぐらいなんですけども、やはりねここは観光地ということで結構ね席がね埋まり始めてきております。で早めに来てねこの窓側ねぜひゲットしていただければなと思います。それではねいただきました。でそれではね朝食取ってまいりました。すごいですね、このこれジャムなんですけど、すごい見て
六っていうね、京都六の名前が入ってるねジャムなんですよ。これかっこいい、すごいですね、かっこいい。ちょっと家とかにあったらめっちゃおしゃれじゃないですか。セミブッフェではね、今回サラダとサーモン、あとハムとかをねいただきました。こんな感じでどうでしょうか。美味しそうですね。であとね、こういったね小鉢みたいなのがすごいたくさんあって、これはねバジルのマリネだったね。あと人参のラペ、ラペが何かは聞かないでください。であとこちらごぼうのサラダですね、はい、あとね私トマトジュース大好きなんですけど、自家製のね、自家製のトマトジュースがありましたので、これすごいですよね。これ1本ずつね入ってるんですよ、はい、あとヨーグルトっていう感じでどうでしょうか。あとね、まだねメインが来ておりませんので、メインがねこの後エッグベネディクトをね今回注文しました。いや非常に楽しみですね。それではねメインが来ました。こちらはねかぼちゃのスープですね。かぼちゃのスープ非常に美味しそうですね。あとこちらパン、クロワッサンと、こんな感じで3種類ねいただけます。あとこちらエッグベネディクトです。よいしょ、見えますかね。いや非常に美味しそうですね。ポテトとあとソーセージとエッグベネディクト、あとソースもついてますね。これちょっと何のソースなのかちょっと分かんないですけど、いや非常にね美味しそうです。いただきます。マリネ、していただきたいと思います。美味しいです。クロワッサン非常に美味しい。温めて出してくれてるっぽいですね。非常に美味しいです。ということであとはねゆっくり食べたいと思います。それではね朝食会場から帰ってまいりました。朝食ねとても美味しかったです。レストランのね天神っていうところでサービスねされているんですけども、やはりねレストランもめちゃくちゃ綺麗ですし、またねエッグベネディクトね私は注文したんですけども、そちらもねとても美味しかったです。で小鉢もねすごいたくさんあってとても良かったですね。結構ねお腹いっぱいになりました。でパンはですねメインディッシュについてくるっていった形でパンはね置いてあってパンが取れたりはしないんですよね。ですので言えばね多分おかわりとかできると思うんですけども、できないってことは多分ないと思うんですけどね。うん、パンがねブッフェのところに置かれてないんで、自分で取るっていう感じでね利用することはできないんですけども、おそらくね多分おかわりはねさせてもらえると思うんですけども、これができないってなるとね結構あれかもしれないですね。たくさん朝からねいただく方はね物足りないかもしれないですね。私はねそんなに朝食べる方じゃないんで十分だったんですけども、ここもね結構人によって分かれるところかなと思います。ということで今ね8時過ぎということで、こちらねプールがね
ありますので、プールね行きたいと思います。レンタルウェアね1回1500円だったかな、ちょっとお金かかるんですけども、あの持ってくればねもちろん無料なんですけど、私ね今回水着持ってきておりませんので、ちょっとレンタルウェアね借りて行きたいと思います。まあちょっとねあの映像をね見せることはできませんので、まあちょっと感想を言う程度に、ね、なるかなと思うんですけども、まあ、こちらもね温水プールでいつでもね入れるそうなんですよね。今はね10月ということで、まあ、すごい寒いわけじゃないですけども、まあ、冬でもねこちら入れるそうなんで、ちょっとね利用してみたいと思います。それはね温泉プールから帰ってきました。非常に良かったですね。まあちょっとね温度がそんなに高くないんですよね。今10月で結構あの日はねすごい照ってるんですけども、やっぱり水入ると寒いじゃないですか。で 温度はですね34度に設定されてるそうで、結構寒かったですね。まあ多分これからのシーズンねもっと温度上がるんじゃないかなと思うんですけども、まあ結構ねあの本格的に泳げるし、泳いでる人も結構いますし、まあ、ビーチ板とかねそういったものも置いてあるんで、本格的にね泳ぐんだったらもうまあこんなもんなのかなっていうところですかね。またねシャワー施設とかねサウナとかもありまして、サウナねすごい良かったですね。私ね初めて見たんですけども、サウナって普通に座ってまあサウナ利用すると思うんですけど、横になれるねスペースがあるんですよ。これちょっとね私初めて見て初めて利用したんですけども、いやあれいいですねだから横になりながらねあのサウナを楽しめるっていう感じなんですよね。非常に良かったです。ぜひねこちら行く際はね利用してみていただきたいなと思いました。で今はね感染対策の影響で一応ね人数が多くなると1時間制限みたいな、そんな感じでね運用されているっていう風になりますんで、混み合わなければですね時間なしでね利用することができるんですけども、ちょっと混み合ってくると1人1時間でねあの出てくださいみたいな感じになります。でお子様連れの方ですね、4歳未満の方はねこちら保護者の方がいらっしゃってもね利用することができないみたいなので、プールがあるということでお子様連れね行かれたい方も結構いらっしゃるかなと思うんですけども、こちらもね注意していただければなと思います。私もね今回のこの滞在子供連れてくる予定だったんですけども、うちの子供入れなかったですね連れてきても4歳未満の方は残念ながらね入れないという感じになります。まあそんな感じですかね。まあ宿泊する方はね誰でも利用することができますので、まあ、せっかく来たんだったらねぜひ利用してみていただきたいなと思います。ということで今ね10時過ぎになりまして、今日ね15時までねレートチェックアウト利用させていただけるっていう風になりますので、ちょっとね仕事しつつゆっくりねしていきたいと思います。ということで午後ね2時になりましたので、そろそろねパッキングしてチェックアウトねしていきたいなと思います。今回ですね京都6エグリエックス R ホテルですね宿泊させていただきましたけども、いや本当にねめちゃくちゃ良かったですねこのホテル。今ねあの後ろに景色ね見えてると思うんですけども、非常に景色もね綺麗ですし、目の前に山ガーンって感じでね本当にいいです。ぜひねあのヒルトンのポイントを持たれている方ですね、ちょっと9万5000ポイントということで結構ね貯めないと宿泊できないと思うんですけども、ちょっと頑張ってね貯めていただければなと思います。またですねヒルトンアメックスのね更新特典だったり利用額に応じてねウィークエンド無料宿泊券ねもらえると思いますので、そちらもねこちらで使うのねかなりいいのではないのかなと思います。私もね更新特典来たらここで使おうかなって思うくらいね今回良かったので、またね宿泊したいなと思います。でヒルトンダイヤモンドステータスの特典としては、まずですねレイトチェックアウトね今回15時までね利用することができました。またですねティーハウスっていう昨日シャンパンのフリーフローがあったところですね、あそこはクラブフロアもしくはダイヤモンドステータスの方であればね無料で利用することができるっていう形になっておりますんで、こちらはね利用することができました。ちょっとね私は事前にねこのラウンジみたいなものすらねないと思ってたんで、すごいね嬉しいサプライズだったんですけども、こちらもね10月1日から緊急事態宣言ねあの解除されてこのシャンパンのフリーフローね始まったみたいなので非常に良かったです。それ以外にはですねこの客室ですねアップグレードねしていただいて、本来ですねデラックスルームでポイントで宿泊したんですけども、このプレミアムデラックスルームにねアップグレード無料でねしていただきました。いや本当にねダイヤモンドステータス特典もね十分使えてかなりいい滞在というふうになりました。またね朝食ですね、こちらはダイヤモンドじゃなくてもゴールドでもね利用できると思うんですけども、朝食ね、利用することができました。非常にね美味しかったです。ということで今回ですね京都 LXR6 ホテルですね宿泊してみたという動画でした。またね私の動画では、まあ、マリオットとかヒルトンとかね月額制宿泊サービスのハフだったりね利用してホテル泊まってレビューね出していきたいなと思いますので、チャンネル登録してない方はですねぜひねチャンネル登録していただければなと
思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。